やはり相手がこう今度はあの攻めてきますね、はい、その後は早く攻めるといった形は必要になってきますよね。おっと、はい、これはロングボール取った なんという追加点でしょう。これは見てたんですね、キーパーの位置を。そうですね、小笠原見てましたよ、見てましたね、これね、前に行ったんですよ。やっぱり高さには高さですか。後半12分、小笠原の超ロングシュートをご覧いただきましょう。あ、自陣から蹴り込んでいきました、スーパーロングボール。トバさん、はい、ジーコ監督も最後で一番前に出てもう拍手ですよそうですね、いや素晴らしい小笠原。いや確かに松下の前がかりになってくる、その後ろをつくボール。そうですね、やっぱキーパーも前がかりになってましたね。そうですね、今攻めたいということで。今のはちょっとゴールキーパーの壁隙を突かれました。分かりにくかったかもしれませんが、高さには高さですかね、言っちゃいましたけどね。これでも田端さん、はい、あのこの前のアメリカ戦がね、はい、その1点差だったとして、これが2点目です、はい、あ、何度2点目、ほーら、これ高い選手だって、はい、ここに入りゃね絶対届かないというね、絶妙のコントロールですよね嬉しいね、はい。